ようこそ。じゃあそれではあのマジックやりたいと思うんですけど、マジックやる前にこれマットの汚れっていうのを取った方がいいと思うんですよ。それに大体30分ぐらいかかりますけど、いいですかね。ですよね。そのゴミを集めていくんですね。ゴミを集めていって、このゴミにおまじないかけてやるんです。こんな感じでこうおまじないかけてやると、こうゴミがお金になっちゃうっていうね。お金になりました。以上でコインのマジック終わります。終わったら面白くないでしょ。こうやってねコインがあるんですけど、コインのマジックに飽きた時はここでおまじないかけてやるんです。こんな感じでね。そうするとコインがゴールになります。このコルク玉硬くていいでしょ。いい音がしますね。こちらでね、ここにボールがあるんですけども、このボールをこうやって持っていくんですね。今どっちの手にあるでしょう。こちら。あー正解。素晴らしいですね。じゃあもう一回いきます。こうやって持っていくんです。さあどっちにあるでしょう。今度これ中央指さしました。今中央、中央。さすがですね。まあ、2つあるとね面白くないですから、1つ片付けて、この1つでやるんですけど、1つがちゃんと2つになるんです。で2つになったら、今度はこの2つがこう3つになるという3ボールトリックというマジックです。よし、じゃあこの3つのコルクのボールに注目です。1つ目、2つ目、2つのボールね。でこれ3つ目のボールもしっかり握っておいて、ここで投げると飛んでくるんです。1つ目、2つ目。2つ目来ました。ちゃんと見えてます？見えないですよね。まあ、見えたらマジックになりませんからね。つまりこういうことですからね。見えるって見えないように、見えないように軽く投げると飛んでくるんでね。で2つ、3つあるとちょっとややこしいですよね。分かりやすくするために1つ片付けておきましょうか。そうすると残り2つでこのボールのマジックが、まあ、なくなってできなくなったという、ボールのマジックでした。ここにですね、銀貨と銅貨持ってきました。これが銀貨でこれが銅貨です。どちらか好きな方を一つ選んでください。銅貨にします。 OKOK。 じゃあこの銅貨ね、銅貨はこのままじゃ財布に戻しておきますよ。残ってるのがこれが銀貨ですよね。銀貨というのはピカピカに光ってる方です。このピカピカに光ってる方のお金におまじないかけてやると、これが銅貨に変わります。キラン、変わりました。ということはこの財布の中はどうなってると思いますか？銀貨ですね。入れ替わりましたもんね、きっとね。見ていただくと間違いなく入れ替わっている。この財布がすごくポイントなんじゃないかという方もいらっしゃいますので、財布なしでやってみましょう。銀貨と銅貨がここにあります。銀貨と銅貨ね。でこのうちの1枚をポケットの中に入れてやるんですからね。こうやってね、あ、何ポケットに入れたかちょっと確認しませんでしたね。すいません、もう一回いきますね。ここに銀貨と銅貨がありまして、こっち銀貨、こっち銅貨。でこの銀貨と銅貨のうちの銀貨をポケットに入れてやると、残りがこれで、まあ、もう一回いきますね。これ銀貨と銅貨があって、銀貨と銅貨のうちのこの銀貨をポケットに入れてやっても、これすっとこう戻ってくるという、そういうマジックなんです。これ銀貨と銅貨があって、銀貨をポケットに入れてやっても、これこうやって戻ってくるっていうマジック。これはあと何分くらいやりゃいいですかね。終わろうか。これ銀貨と銅貨ね、銅貨ポケットに入れましょう。そうすると終われますから。銅貨をポケットに入れると、こちらから消えてポケットに移動するという銀貨と銅貨のマジックでした。